はい、じゃあ今日はドラえもんの丸2番をやっていこうと思います。今日やっていくのはクラッシュシンバル、一応クラッシュシンバルはこちらとこちら両方クラッシュシンバルっていう名前です。どっち叩いてもいいんですけども、今日は左側こっちを叩いた方が、叩きやすいのでこっちを叩いたのをやっていこうと思います。今までやってたのが右手と足両手、これずっとやってました。右手と足両手で、丸2番は一番初め右手と足のこの右手をここを叩く代わりにこっちを叩きましょうっていうのが丸2番です。そうすると今までは右って寄って右って寄ってだったんですね。今度新しいのは初めだけこっからここに移動します。右寄って右って寄って、これだけです。なので一番初めだけ、まあ、30センチぐらい上を叩いて右手、その後ずっとこの右手で、このずっと叩いていく。一番初めだけここを叩きましょうっていうのがポイントです。で、もうあらかじめ予言します。まあ予言っていうかもう統計的にみんなそうなるんですけど、よくある例2つ。1つこうなります。右、両手、ってもうこれ2回叩いちゃうしょう。本当は、これが正解なんですよ。初めしか叩きません。なんですけど、叩いちゃったみたいな。そうで、2つ目、右両手右両手、ああって、まあ、結局これ叩いちゃいます。これを、まあ、これを一番初めしか叩かないっていうのがポイントです。はい、そこが注意点ですね。以上となります。